佐賀天皇、佐賀天皇、佐賀天皇、786年10月3日、延暦5年9月7日から842年8月24日、昭和9年7月15日は、日本の第52代天皇、在位、809年5月18日、大同4年4月1日から823年5月29日、公認144月16日、 神の、神の、神の。神武天皇の第二王子で、母は皇后藤原乙室。同母兄に平城天皇。異母帝に淳奈天皇ほか。皇后は立花の勝子、団林皇后。延暦九年、七百九十年うる三月に、数え年五歳で、聖母の藤原乙室を亡くす、食期。延暦十八年。 七百九十九年二月に元服。聡明で読書を好み、君主としての器量を持ち、父の幹部天皇に愛された、とされる、日本企略。延暦十二年、八百三年に、三品中塚座教となる。延暦十五年、八百六年五月九日に、団上院となったが、同月十九日に、兄、平城天皇の即位に伴ってスメラフトをととに、建てられる。 だが、平城天皇にはすでに、皇額阿弥の両親王がいたことから、スメラブト,ウト,ウトーと擁立の背景には、父御門、官武天皇の意向が働いたと言われている。大同四年、八百九年四月一日、平城天皇の上位を受け、即位、日本語記、平城天皇の子で老いにあたる高岳親王を皇太子とした、日本紀略。翌元年。 810年に平城上皇が福井を試みたクスコの変が発生する。この結果、高岳親王は敗されるが、か、今度は伊母帝の大友親王、後の淳和天皇をスメラフと々とに煮立てた日本語記。これが上和の変の永遠となる。なお、平城上皇はこれ以後も大城天皇の尊号と礼遇を受けている日本紀略。以後、 約40年間にわたり、平穏な知性を送り、宮廷の文化が盛んな時期を過ごす。同公認元年、810年に、倉人所を設置し、小瀬谷足と藤原冬継を、倉人頭に任命。公認3年、812年に、右大臣となった藤原沿人を中心とする、官僚に政務を任せ、支援を精力的に開催するなど、軍事的事業に専念する。 公認9年818年には、平安慶の十二門を、東風の名に改め、宮中の儀式も統制に改めた、日本語記。公認6年815年4月、大見国志賀軍への行行中に、梵尺寺で腰を止めた際、唐から帰国したそうである、永忠氏が自ら立てた茶を飲んだとされる、日本語記。公認9年818年、 公認核を発布して、中央政界における死刑の廃止は以後方言の乱まで338年間続く。この頃、農業生産が極度の不振、日本語機によれば、公認8年、817年より7年連続で、勘買などの被害を受けたとされているにあり、その結果として、当時財政難は深刻であった。その対策として、 本殿永年資材法の改正などを行って、大土地所有の制限を緩和して、新た開発を進め、公営殿、直市殿の設置などが行われている。公認十四年、八百二十三年には、空海に、当時を賜い、その前年には、最長の悲願であった、大乗会談の設立を認めている。公認十四年、八百二十三年、大友親王 純な天皇二上位し、実施の正義親王、後の仁明天皇を皇太子とした。この時、律令体制維持のための財政禁縮を主張してきた藤原氏の一員であり、佐賀天皇の副審であった右大臣、藤原冬次は、協作が続く中で、平常条項のほかさらにもう一人条項を持つのは、財政負担が大きいとして反対した日本気略。 それでも上位を実行したのは、天皇の長子が原則として、後位継承していくという習慣に逆らって、官務天皇の次男であった自分の子供に、後位継承させるためだった可能性が指摘されている。上位後は霊前院に住んだ。純な天皇による国政への関与の例は少ないが、公認15年、824年の平常条項の崩御の翌月、 クスコの変に連座したルニンを召喚する処置を取ったのは、佐賀上皇によるものだった、日本気略。天朝十年、八百三十三年、純奈天皇の上位により、実子の人形天皇が即位する。この時、自分の外孫でもある、純奈上皇の御子常佐親王皇を、人形天皇の皇太子とした。同年十月、在位中に設営された落外の離宮。 佐賀院、後の大閣寺に御所を新造し、俗日本後期、太子皇太后勝子と共に移り住んだ。その庭には、中国の同抵抗を模した、人工池である、大沢池が作られている。実施である、人明天皇の国政へは、より頻繁に関与し、自らの有料に奉仕した者に除与を行ったり、小野高村を留罪にする、俗日本気略などしている。上和九年。 842年、崩御。その後まもなく上和の変が起こっている。巫女,王女多数おり、その生活費も、財政圧迫の原因となった。そこで皇族の整理を行い、多数に生を賜り親戚降下させた、源氏の成立。佐賀天皇の子で源政を賜った者とその子孫を、佐賀源氏という。河原の左大臣宮本徹は、佐賀天皇の巫女の一人、 監氏、小氏、氏、空海、立花の早成と共に三筆の一人に数えられる。諸作品としては、遠略地蔵の工場会長、国宝が知られる。また、加藤佐賀五流の会祖とも伝わっている。上院後、落成の佐賀院に住み、また、佐賀の三北に葬られたことから、佐賀天皇と追放された。三笹は、宮内庁により、 京都府京都市右京区北、佐賀浅原山町にある佐賀山上領佐賀の山の絵の見ささぎに事情されている。宮内町上の形式は延急。佐賀天皇は、上和九年、八百四十二年七月十七日に、葬られ、遺レ、衣装によって、国旗に前は置かれず、演技所領式に搭載されなかった。歌唱三年に中納言、安部康、人氏。 宮内大輔坊洋が、上図を報告し、12月30日、また二人が使わされる津大使の良しを報告、厳略元年、即位の方兵士が、発見された。後見佐々木の所在が失われ、近世、諸領探査の時、諸領集が記乗時期には、山城国くの郡、佐賀山の北にそう、創書は不王地公徳とも、佐賀二村院寺内の山にある。 同所聖領寺五大道前領寺に、領友の僧侶、両寺共に五州院地という、要州府市も、府創慶華市も、八角堂、後蓮華坊寺寮に、寺城と聖領寺赤等等並木、山城氏が、初めて現在の地を押し、後いずれもがこの説に従った。幕末の治む領の時この説が取られると修時が、加えられ、春光に際して、慶応元年五月五日、三両。 周助春光巡剣士柳原中納言が使わされて、公平した。両合は、佐賀山領、佐賀山城領が通じて用いられたが、佐賀山領が、佐賀領と紛らわしいとして、佐賀山城領に定められた。現在、大覚寺の西北、佐賀野の北にある小美王山の山頂に位置する。また皇居では、高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、 皇族と共に天皇の礼が祀られている。日本礼域には佐賀天皇の前世について次のような話が掲載されている。伊予国の石槌山にサビセンという瞑想がいた。天平法寺2年758年、サビセンが亡くなるときにこれから28年後、国王の巫女に生まれ変わり、神野と名乗ると言い残した。その28年後の延暦5年。 786年、漢武天皇に、巫女が生まれ、神の神皇と名付けられた。すなわち、佐賀天皇は、サビ戦の生まれ変わりであるとしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。